どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日はですね、新しいレギュレーションに伴いまして、三つ星降格を使わないタイプの忍者ご紹介したいなと思います。まあ、その名も忍者スタンバイっていうことなんですけれども、スキルはデュエルスタンバイ、これはお互いに初期手札が1枚増えるっていうスキルになります。だから、基本的には相手がアンズでデュエルスタンバイじゃない限り手札5枚スタートになります。そうすることによって5枚になることによって変化とか分身とかっていうキーカードをね、多く引くことができるようになるから、まあ黒竜のね、何度も攻撃する時のコストにもできるし、どんどん展開もしやすくなるんじゃないかなと思います。っていうのが基本の形はまた後で解説するんですけど、今まで強かったんって星6以上の忍者プラス分身変化だったと思うんですよね。そういう展開にするためには星4出して変化した後に分身と変化がさらに横にあるみたいな感じなんで、星4、1、変化に分身1の4枚が最高の動きをするにはまあ必要になってくるんですよね。で、4枚で最初のハンドが4枚だったらもう完全にそれしかもうないんで、だからまあ5枚にしてちょっと引きやすくするという感じです。あと始皇帝の寮母は今まで通りの動きできるために刺してます。ただ一応ピンで刺してるんですけど、これ2にして忍法帳1っていうのも構築としてありかなっていう風にちょっと考えてます。そこはまたちょっと調整するんで、そっちの方が良かったらツイッターとかでなんかつぶやいたりするかもしれないです。ではね、詳しくは動画見ていただければ分かりやすく解説させていただいていると思うので、まあ分かりやすくって自分で言っちゃったけど分かりやすいかどうか分からんけど、見ていただければなと思います。それではご覧くださいませ、どうぞ。それではね、まず、星4忍者からの、基本的な、まあ、いつも通りのね、あの展開、なんていうんだろう、忍者のなんか理想とする展開っていうのを解説していきたいなと思います。で、これハンドなんですけど、星4プラス変化2枚と分身1枚ある、さらに先行っていうのは最高です。これだとまず星4出すじゃないですか。で、星4出した後にここで変化を2枚と分身1枚を伏せます。で、この後に変化でまあ石竜になって1枚飛ばすんですよね。まあ別にこれ石竜じゃなくてもいいんですけど、要は今までの三つ星降格って星6以上の忍者プラス変化プラス分身っていう形がまあ一番理想だったじゃないですか。まあ自分の中ではですけどね、あのバックを剥がすっていう意味ではこれが理想だったと思うんですけど、その展開にするには変化、三つ星降格の代わりのトリガーが変化になりますので、変化が1枚多くあるといつも通りの動きができるかなと。そうするとまあ石竜の効果で、相手のまあセットモンスター剥がした後にこのねエビスと、レッドブルーっていう展開を作ることができます。そしてまずはレッドで相手の伏せを1枚剥がしていくと。で、その後にエビスの効果を使って2枚を外していく。で、最後にこの状態になったので、まあ、ちょっとこの手札がね、もっと忍者とか混ざっているわ、さらに、黒竜の攻撃が連打できたんですけれども、これで黒竜になりまして、フィニッシュという形ができます。だからまあなかなかね、あの変化2枚、プラス星1プラス分身っていうのは、状況としては少ないので、ここまで動けることはあんまりないですけれども、一つ理想の形としてご紹介させていただきました。それではね、次はハガバーンとの対戦です。で、三つ星降格じゃなくなったんで、星4モンスターと星1モンスター、あ、星1はいつも通りか、星4が増えたんですよね。だから、バーン系に関してはくっそ強くなったと思います。多分ネフよりも忍者の方がバーンからしたら嫌かなっていう風に思います。こっちの方が事故率は少ないと思いますね。そして忍法帳使って横に変化で横に分身を置いていきます。でね、ここでフレーム入れてる理由なんですけど、フレームがいることによってこいつが上級とほぼ同じ役割ができるんですよ。どういうことかっていうと、さっきは上級になるために変化1枚使って分身変化っていう風にして3体並べたじゃないですか。で、3体展開まではできなくても
フレームだったらこういう風にエビスプラス星1に化けることができるんですよね。でこれがすごくいいかなと思います。まあ、ただ言うても、ね、言うてもまあ相手も殴ってくることがあるんで、害悪とかじゃない限り、そうなるとなんだ、ここまでの綺麗な展開できないこともまあまああるんですけれども、まあ一応理想形として一つご紹介させていただきました。で黒龍の攻撃、ここでクリボール打たれるんですけれども、まああとね、2枚ハンドに忍者があるんで、合計3回か攻撃できます。あ、これ3回じゃないわ2回だ、2回は攻撃できますね。これで黒龍の攻撃が通ってフィニッシュです。こんな感じの動きができるから外役からしたらバックをね剥がされたくないと思うんですけど、そのバックを剥がすっていう役割はかなりできるんじゃないかなと思います。それではもう一つだけ外役のご紹介させていただきます。まあ生放送ではね割と外役多く当たったんで、リンク貼っときますので、そこを見ていただければ、どんな感じの動きになってるかっていうのは分かりやすいと思います。一応そのリンク先のじゃあ何分何秒から忍者のデッキをメインで使ったっていうのは書いておきたいなと思いますね。で相手連動トラップで、トラップ型のあれだ、トラップ型のバーンですね。なんで多分モンスターはラバゴぐらいしか入ってないんじゃないですかねって思います。で自分としては、まあ、エビスと黒龍がいるんで、墓地にエビス、手札に黒龍がいるんで、分身かもしくはデッキトップで引いてくる、エビス待ちだったんですよ。で今分身引いてきました。でこうすることによって、まあ、シルバーで、エビスと黒龍を出していきますよね。で分身が2枚あるんですよ。これどういうことかっていうと、まず変化の術は裏側表示のモンスターは、変化することはできません。ただ分身に関しては裏側表示のモンスターでも分身することができるんですよね。で肥大化されちゃうと。でバック1枚残ってるんですけど、そこに関しては変化を打っていきます。で変化で赤龍になってこのバックを飛ばします。でその後にこの分身があるんで、この裏側表示になっている黒龍を出してくることができます。ただ注意点として分身に関してはデッキからしか持ってくることができないんですよね。だから今回この構築は黒龍2枚構築にしてますんで、その点だけご注意ください。もう手札 と、墓地に黒龍が2体あるみたいな感じになると、この動きはできませんので、その場合はまあ今の黒龍の部分の分身で赤龍になって、シルバーのところに変化当てて手札から黒龍出すとか、そういう風な動きになります。それでは、やっていきましょう。相手なんだったっけな。でこっちもハンドはさっきと同じようにフレームがいるのがすごくいいですね。でさらに忍法帳もあると。なんで忍法帳からエビス切って変化で分身セットのフレームですね。で星5にしていくと。でこの後に分身します。分身してエビスと赤になります。まあ、さっきと同じような動きですね。ちなみに殴ってこられた場合、もうエビスとなんか星1みたいな感じにすることが多いですね。でそうなるとエビスと星1みたいな感じになると、正直エビスで耐えれるかもしれないですけど、そうじゃなかったら割ときつい展開になることもまあちょこちょこあります。だから殴ってこない相手だったらこういう風な綺麗な動きできますけど、殴ってくる相手だと自利品になることもあります。ただまあこれは一つ理想形ですね。それでは、最後ですね、カイバーとモイセンやっていきたいなと思います。でこれはアンデだったと思うんですけれども、これも変化変化分身ってあるので最高のパターンですね。
で、これ恵比寿はまあアンデだと思ったから、アンデとかまあ会話で1800超えてくるアタッカーが持ってるってなかなかないと思ったんで、まあこういう風にしましたけれども、まあそれは伏せカードをバレないため、伏せない忍者っていうのがバレないためにこいつ守備表示にいたしました。安全に行くんだったら、まあ、恵比寿立ててっていう風にするのがベストだったかと思います。で、恵比寿の効果でこうやって戻す。で、あとそうそう、ピンで始皇帝の寮母刺してるんですよ。始皇帝の寮母、刺すことによって、まあ、上級が展開できて三つ星降格と同じような状況にできると。だから例えばそうだな、これまだ構築迷ってるんですけれども、忍法帳を1にして始皇帝の寮母2とかありかもしれないです。まあ、ちょっとそこはどうするかはまだ迷ってるんですけどね。まあ星4が少なくなっちゃうのもなーっていう気がするんで、忍法帳1の始皇帝の寮母2かな。まあそういう風に迷ってます。で、ここで変化しまして、黒龍でしょ。で、黒龍の攻撃通る。で、その後に、ここが強いですね、分身で赤龍と星1に化けます。そうすることによってどん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 攻撃ができる弾にこのねレッド忍者がなりますんでいいかなと。で、さらにここで黒龍になっていってフィニッシュになります。で、まあ印象としてはそのすごく前ほどの圧倒的な力があるっていうわけではなくて、だいたい例えば前自分がやった KC の時だったら、7割ちょいぐらいかな、7割前後ぐらいが勝率だったんですけれども、今回じゃあこれで新しい環境でやるとどうなるかっていう、多分勝率5割は超えるかな、6割前後ぐらいまで落ちるんじゃないかなというふうに思います、印象としては。ただまあこれはどん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 ちょっと改良をしていって、また新しい形ができたらご報告したいなと。今のところ、候補としては、始皇帝の寮母2枚で、あとは新パック次第って感じですかね。それではね、今回の動画良かった場合、チャンネル登録、あと高評価ぜひともよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。